大学とか別に行きたくもねえし、くったんな。ハル、家庭教師の先生いらしたわよ。はーい。貴様が神楽のハルか。俺は家庭教師の雪村だ。とっとと貴様のバカを強制するぞ。どこかから荒いメガネ来たんですけど。今日は物理からだ。まずはお前の理解度を試す。この力学の問題を解いてみろ。物体 A の重さを M、 重力加速度を G とする。摩擦は存在するものとし、摩擦係数は、ん？じゃーん、タピオ君変わったんじゃね。真面目に解け、このバカ。だってわかんないんだもん。まったく、この程度の問題も解けんのか。ユキピー先生は勉強好きそうだよね。雪村だ。うちは勉強嫌い。つうか物理とか人生で役に立つの？力学だの摩擦係数だの、どうせ社会出た後使わねえべ。うち姉貴と違ってバカだから、やってもどうせわかんないし。ユキピー先生には悪いけど、だったら友達と旅ってた方が青春の使い方としてはマシっていうか。何するし、うちのタピオカ。俺はな、貴様のような怠惰なバカを見ていると虫ずが走る。物理が役に立つかだと。いいか、よく聞け。貴様がタピオカ飲料を掴んでいられるのは、この世に静止摩擦力があるからだ。摩擦がなければ貴様はタピることもできん。マジかよ。物を支えるには上向きの力が必要だ。しかし俺は今横向きの力しか加えていない。物に力を加えると効力が同じだけ返ってくる。その力に比例した摩擦力が上向きに働く。確かにグッと掴んだ方がずり落ちないし、それって摩擦力が上がってるってことじゃん。摩擦上げ上げじゃん。そして摩擦力は物の摩擦係数にも依存する。走るタピオカ掴むとかマジ無理。めっちゃプルンプルン丸なんですけど。それは摩擦係数の低さのためだ。タピオカはプルンプルンで摩擦係数が低く、箸で掴んだ状態を維持できないのだ。摩擦係数ってプルンプルン度ってことじゃん。それだけではないぞ。蓋を開けてくればタピオカが飛び出してくる。慣性と運動の法則、円運動、流体力学、気体法則、あらゆる物理法則がタピオカ飲料にあふれている。つまり物理とはタピオカだ。タピオカやべえ。では先ほどの問題を考えるぞ。はーい。この図のような角度シータの斜面に静止しているタピオくんに働いている力を図示せよ。タピオくん、どっちか。タピオくんには重力 MG が下向きに働く。その力はこのように分解できる。ちょ、タピオくんずり落ちそうじゃん。あ、待って、さっきと同じで摩擦が上げ上げだから、それで支えてんだよね。そして床を押すと同じ力が返ってくる。光力。光力だ。摩擦力は光力と摩擦係数に比例する。そうか、つまりこういうことじゃね。お流な。だが正解だ。やったー、うち天才じゃん。なんだこんな問題くらいで。だってだってうちバカだし、物理とかマジ無理って感じだったのに、ちょっと分かったのマジ嬉しいし、めっちゃ上がるの。しかもタピオカ使ってマジウケる。おーし、残りもちゃっちゃと解いてタピリに行きましょう。この程度で図に乗るなバカな。いいかよく聞け、自分にはどうせ分からないだの、姉と違って頭が悪いだの、二度とバカな憶測で物事を確定するな。いいな。くっそ頭疲れた。今日習った箇所は復習しておけ。タピオカでも飲みながらな。あーめんでー。
でもさ、うち勉強で楽しかったの初めてだったかも。ありがとね。ぶっちゃけユキピー先生、最初はさ、感じ悪いし頭かとそのガリ弁メガネって思ったけど。なんだと？超おもろい変な先生だった。やるじゃんユキピー。先生みたいな変な人がいっぱいいんなら大学もいいかもね。ならせいぜい研鑽しろ、神楽の葉。今のままで入れるほど大学は甘くないぞ。